ふわちゃんの沈下しない炎上で、粗品も生き通る SNS の被害者攻撃、安子が向き合っていた難解状況。お笑いタレントのふわちゃん、年齢非公表が行った安子25への不適切発言から10日が経過したものの、事態は未だに波紋を広げ続けている。そして、安子サイドが恐れていた事態も起きている。8月2日、安子は X。 旧ツイッターに、安子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝です、と投稿。多くの共感を呼んだこのポストに対し、フワちゃんが、お前は偉くないので、予選敗退です、などと反応していたことが明らかになった。これを受けてだろう、安子は8月4日に、とっても悲しい、とポスト。同日、フワちゃんは X に謝罪文を投稿した。 さらに8月8日には、フワちゃんが先日、やすこさんに直接謝罪をさせていただきました。やすこさんはもちろん、投稿を見た多くの方の心に傷をつけてしまったことを改めて謝罪させてください。本当に申し訳ありませんでした。と再度謝罪文を投稿し、やすこに直接謝罪したことを報告。そして同11日には当面の間、 芸能活動を休止することを発表した。問題の投稿の結果、フワちゃんのカンラジオ番組、フワちゃんのオールナイト日本ゼロ、日本放送の打ち切りが決定。出演していた Google ググピクセルの CM 動画は公開停止となってしまった。一方の安子は8月10日に、フワちゃんさんのことめちゃめちゃ言うしてます。もう終わりましょう、とフワちゃんに言及した。 しかし、ふわちゃんの言動について、その後も新たな話が出るなど、未だに事態はくすぶっている。民放棄局関係者は言う。ふわちゃんが謝罪文を掲載する前、ふわちゃんが安子さんに直接謝罪をする前から、安子さんとマネジメントサイドは良くない展開を恐れていたんです。それは、巻き込まれた安子さんにまで批判の目が向けられること。 安子さんサイドにしてみれば、今回の騒動は完全なとばっちり。フワちゃんの投稿後、とっても悲しいというポストをしましたが、これは彼女の本音でしょう。しかし、フワちゃんサイドが平身抵当の謝罪をすると、安子サイドは許さないのか。どこまで求めるのかと見る人も少なからずいますからね。ですので、騒動勃発当初から対応がとても難しかったと。 そして今、安子さん再度の立ち回りが上手すぎるといった声も出てしまっていますよね。X には被害者であるはずの安子に対し、安子氏、社会人として賢い立ち回りをしているなって思う。芸人としてはもう、割れないけど。まあ安子も芸人とは呼べない残酷すぎる対応に終始したことで、業界の評判はどんどん、落ちていくだろうな。 などの意見も寄せられている。不意に巻き込まれた被害者である安子が叩かれるというまさかの展開。これについて言及するタレントも出てきている。下降り明星の粗品31は8月13日までに自身の YouTube チャンネルを更新し、人気企画、一人賛否を公開。ふわちゃんの不適切発言をめぐる騒動を時系列で解説した上で、まず安子。 お前はかわいそうやったなとコメント。そして、安子を叩く論調に対しては、それはちゃうぞ。安子が全然一番かわいそうやで、とし、で、今からもちょっと辛いと思う。ふわちゃんがこんなああぎじになっていけばいくほど、うわって言われるかも。言われのない言われ方するかもしれん。それはもう大丈夫や。無視していこう、芸人やから。 と寄り添った。また、東国原秀吉、66は8月13日までに X を更新。安子の許してますというポストに対し、一部から反発の声も出ていると報いるメディアの記事を引用し、安子さんが言った、ふわちゃんさんのことめちゃめちゃ許してます。もう終わりにしましょう、に対して誹謗中傷って、ネット社会は一体どうなってんの と疑問を呈した。前室の民放キー局関係者が続ける。これほどの大騒動になってしまったからこそ、安子さんをうがった目で見る人も少かなからずいるんでしょう。最近の芸能界で、ここまで火が消えない騒動はありませんでしたからね。そもそも、フワちゃんをなんでテレビに出ているのという目で見ていた人。 潜在的に彼女に嫌悪感を抱いていた人はたくさんいた。共演者から遅刻癖を注意されていましたし、少し前にはお笑いトリオネルソンズの青山フォールガチさん38に飛行機内でのあまりにも非常識な振る舞いを暴露されていましたよね。そんなフワちゃんが引き起こした騒動だからこそ、10日経っても沈下しないんでしょう。もちろん、 投稿したワードも最低すぎましたが、不適切発言後、フワちゃんが自身の X の有料会員に向け、誹謗中傷マジ余裕、マジ意味不明、あのラジオでやってるヤフコメ民のノリです、アホだよな、という愚痴とも受け取れるようなポストをしていたことも報じられ、さらなる炎上を招いてしまっている。騒動はなかなか収まらず、そこにフワちゃん自らが火に焚き気をくべているところもある。 炎上が長く続くことで結果、安子さんにまで飛び火してしまったということでしょう。安子さんのマネジメントサイドは当初から変な展開にならないように、なるべく早く沈静化するように、とこの問題にどうやって対応していくべきかと頭を抱えていたと言いますし、かなりデリケートに対応と調整を進めていたと言います。安子さんにしてみれば本当にとばっちりでしかないのですが、 騒動が想像以上に長引いて大炎上した結果、彼女にまで批判の目が向けられるという、マネジメントサイドが危惧していた展開に至ってしまったのではないでしょうか。全道。事故に巻き込まれただけの安子にまで厳しい声が飛ぶという恐ろしい今回の騒動。すでに事前収録を終えていて、フワちゃんが出演をするテレビ番組がまだある中、騒動の完全終焉はまだ見えない。